憧れるのをやめましょう。外野にはムーキー・ベッツがいたり。と WBC 決勝直前に大谷翔平がその名を挙げるほどのスーパースターベッツ選手が大谷選手に対して語った本音がやばいと話題になりました。日本代表侍ジャパンは第5回ワールドベースボールクラシックで14年ぶり3回目となる世界一に輝きましたが、決勝戦のアメリカ代表は史上最強のスター軍団でした。これまでアメリカ出身のメジャーリーガーの参加は消極的でしたが、今大会はエンゼルスのマイク・トラウト選手をキャプテンに据えてチームを編成するなど、まさに本気モード。そんな中、アメリカの優勝請負人とも言われていたドジャースのムーキー・ベッツ選手のコメントが海外でも大きな話題となっています。それは一体どのような中身なのでしょうか。今回はベッツ選手の語る大谷選手についての本音を見ていきましょう。優勝請負人としての期待。ベッツ選手が WBC への参加表明をしたのは2022年8月のことでした。この表明には多くの反響がありました。この当時すでに参加表明をしていたエンゼルスのマイク・トラウト選手、フィリーズのブライス・ハーパー選手とともに外野陣は超豪華な MVP トリオが結成されることが現実味を帯びたからです。結果的にハーパー選手は右肘の手術を受けることになり、大会は不参加となりましたが、ベッツ選手の参加で超豪華外野陣が結成されることが期待された以外にも盛り上がった理由があります。ベッツ選手は2018年にレッドソックスで、2020年にドジャースでワールドシリーズ制覇を果たした優勝請負人であることです。走攻守のすべてがメジャー最高レベル、卓越したバットコントロールと穴のない打撃は完成の域に達しており、俊足による守備範囲の広さと強肩に加え、ホームランをかっさらうフェンス際のジャンピングキャッチでファンを沸かせる外野の守備はもはや名人芸と言えます。レッドソックスをワールドチャンピオンに導いた2018年は打率3割4分6厘で首位打者のタイトルを獲得したほか、リーグ最多の129得点を記録し、さらに32本塁打30盗塁をマークしてトリプルスリーを達成しました。ゴールドグラブ賞やシルバースラッガー賞なども受賞し、自身初のリーグ MVP に輝きます。ちなみにゴールドグラブ賞は2016年から2020年にかけて5年連続で受賞している押しも押されぬ名手です。2020年2月には1988年以来となる悲願のワールドシリーズ制覇を狙うドジャースにトレードで入団すると、短縮シーズンとなった同年はレギュラーシーズンに打率2割9分2厘16本塁打10盗塁をマークしました。ポストシーズンでは重要な局面で攻守を連発し、優勝請負人の面目躍如たる活躍でチームのワールドシリーズ制覇に貢献すると、ナショナルリーグ MVP 投票で2位に入りました。昨季は6度目のオールスターゲーム選出を果たすと、キャリアハイとなる35本塁打をマークするとともに6度目のゴールドグラブ賞獲得を果たし、チームのナショナルリーグ西地区独走優勝に貢献するなど、まさに優勝請負人といえる活躍を見せています。そんなベッツ選手が WBC への参加表明をしたことで、アメリカはもちろん日本でも話題を呼んだのです。ベッツ選手の WBC への熱い思い。そんなベッツ選手は大会前に地元放送局スポーツネット LA の取材に答え、米国代表の一員として戦う特別さを熱弁しました。超エキサイティングだ。これで死ぬ前にやっておきたいリストから一つ項目が消えた。米国代表のためにプレーするなんて超スペシャルなことだし、マイキーから誘ってもらえたのも超クールだった。WBC への思いが相当熱いものであることはこのコメントからも伺えますね。実際1次ラウンドでは不動の1番打者として圧倒的な存在感を放ちました。1次ラウンド C 組突破のため負けられない15日のコロンビア戦は隙のない走塁で勝利に貢献しました。1点を追う5回、ワンアウト2塁でレフト前ヒットを放つと、左翼手が本塁に送球したのを見てすかさず2塁を陥れます。ワンアウト2、3塁と好機は広がり、続くトラウトのレフト前ヒットで貴重な2点が入り逆転に成功しました。このプレーについてベッツ選手はこのように振り返っています。自分がするべきことは塁に出ることだ。塁に出た状態でトラウトを打席に立たせるのは相手にとって嫌なものだからね。このコメントからも自分が主役じゃなくてもいいからチームの勝利に貢献するんだという気概が感じられますね。さらにベッツ選手は準備を怠らない真面目な姿勢も光ります。昨季
ドジャースで二塁手で先発したのは7試合だけにもかかわらず、不測の事態に備えて内野の守備練習を欠かしませんでした。米国代表の合流初日はシートノックで右翼に入った後、内野手用のグラブに付け替え、二塁を守りました。さらに他の選手が軽めの全体練習のみで引き上げる中、居残りで内野のノックを受け続けたといいます。その姿勢にアメリカ代表のデローサ監督も絶大な信頼を寄せているようでした。ベッツは特別な選手。すべてが素晴らしい。アメリカ代表の中でも存在感を放ち、コロンビア戦でも素晴らしい活躍を見せたベッツ選手ですが、アメリカ代表として優勝を目指すことへの本気度が伝わってくるエピソードがあります。コロンビア戦の前のメキシコ戦では5打数無安打に終わり、チームも5対11と大敗してしまいます。試合後、自らの不甲斐なさから監督室を自ら訪れたといいます。するとベッツ選手は監督に対してこのように発言。この大会はワールドシリーズのように戦うつもりで采配を振るってほしい。もし自分の成績が上がらずチームの足を引っ張っていると判断したのならば、選手の実績に関係なくスタメンを変えるべきだ。自ら自身のスタメン落ちを提言したそうです。メジャーを代表するスター選手でありながら、大きな覚悟を持って WBC に挑んでいることが分かりますね。監督の前であくまで目標は優勝なんだと話し、臨んだコロンビア戦では前述の活躍を見せたのです。二塁手としての準備といい、自身のスタメン落ち提言といい、フォアザチームの精神の強さ、チームの勝利のために献身性の高いメンタリティを持ち合わせていることがよくわかります。アメリカ代表として覚悟を持って挑んだ WBC でしたが、準優勝となった日本との決勝戦後に次のようなコメントを自身の SNS に残していました。私にとっての WBC の意味を言葉にすることはできません。これは私が生涯野球をしてきた中でダントツに最高の経験でした。参加できたことをとても光栄に思います。ファンの皆様の愛とサポート、とんでもない経験をさせてくれたチームメイト、コーチ、スタッフに心から感謝します。私たちは2026年にこの舞台に帰ってくるでしょう。この大会でベッツ選手の献身的な姿勢に多くのファンが魅了されました。プレー面でも走攻守どれを切り取ってもメジャー屈指の実力の持ち主ですが、チーム内での立ち居振る舞いもとても魅力のある選手ですね。次は侍ジャパンのスター大谷翔平選手について語るベッツ選手の言葉を紹介していきます。ベッツ選手が語る大谷翔平。 WBC 決勝戦の9回、ベッツ選手はこの回からマウンドに上がった大谷選手と対戦します。同点のランナーがいる状況の中、ダブルプレーに打ち取られたことについてこのように語っています。彼はすごい選手だ。投手としても打者としてもトップレベルだ。彼が投げる前から分かっていたけど、やっぱり難しかった。彼はメジャーでも成功するだろう。彼は自分自身を証明する必要はないと大谷選手に対して敬意のコメント。実は大谷選手とベッツ選手は2018年の4月、大谷選手のメジャー3試合目の登板で対戦していました。その際にベッツ選手は大谷選手から先頭打者ホームランを放ち、初対戦でいきなり大谷選手を攻略してみせました。しかし当時からベッツ選手は大谷選手の実力を称えるコメントを残していました。自分たちを評価すべき。いい打者がいて、いい仕事をしている。彼を追い詰めたんだ。彼のボールは良かった。100マイルのボールを投げていた。90マイルのスプリッターもスライダーもカーブも投げる。彼は全てを持っているんだ。この対戦を皮切りにして度重なる対戦をしてきた両雄。昨年のオールスター戦前日の記者会見でもベッツ選手は大谷選手の二刀流について唯一無二の希少性を称えていました。彼はグレートだ。一生に一度しか見られない、そんな感じの選手。メジャー1年目から大谷選手のことを注目していたベッツ選手。大谷選手もまた2026年 WBC の舞台に戻ってくる選手の一人でしょう。3年後この2人の再戦が見られるかどうかも楽しみですね。またベッツ選手と大谷選手はグラウンド外でも共演したことがあります。2020年、権威あるアメリカスポーツ専門誌スポーツイラストレーテッドの表紙に大谷選手とベッツ選手はツーショットで登場していたのです。ユニフォーム姿の大谷選手は右手にはバット、左手にはグローブをはめ、グラウンドではなかなか見せない満面の笑みでカメラを見つめる姿が、その隣には小柄なベッツ選手が大谷選手を見上げるようにしてバットを片手にポーズをとっていました。この写真を MLB 公式ツイッターが紹介すると、
アメリカの野球ファンからはたくさんの反響を集めていました。大谷の背が高いのか、ベッツの背が低いのか。ロサンゼルスを代表する2人だ。私は2人に夢中だ。グラウンド内外で交流のあったベッツ選手と大谷選手。ベッツ選手からは大谷選手への敬意が感じられますね。一方で大谷選手もメジャー1年目のシーズンが終わった後に印象に残った打者にベッツ選手の名前を挙げていました。2018年シーズン、ベッツ選手は首位打者を獲得しトリプルスリーを達成するなど、レッドソックスをワールドチャンピオンに導きます。その活躍を目の当たりにした大谷選手にとってベッツ選手が印象に残ったのは必然なのかもしれませんね。そして今でも大谷選手の中でベッツ選手は大きな存在なのかもしれないと思わせるエピソードがあります。それは世界中で話題になった大谷選手の決勝戦前のエンジンです。有名なものなので皆さんも一度は聞いたことがあるかと思いますが、紹介します。決勝戦前のエンジンで栗山監督から声出しを任された大谷選手はこのような言葉を侍ジャパンのメンバーにかけました。僕からは一個だけ、憧れるのをやめましょう。ファーストにゴールドシュミットがいたりとか、センターを見たらマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたりとか、野球やっていれば誰しも聞いたことがあるような選手たちがやっぱりいると思うんですけど、今日一日だけはやっぱり憧れてしまったら超えられないんでね。僕らは今日超えるために、やっぱトップになるために来たので、今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて勝つことだけを考えていきましょう。さあ行こう。侍ジャパン公式ツイッターで公開されたこのエンジンの動画はたちまち話題を呼び、アメリカのポッドキャストメディア、ジョブボーイメディアの番組トーキンベースボールの公式ツイッターが英訳して引用すると、海外ファンや野球以外のアスリートの間でも話題を呼んだとも言います。このエンジンでもベッツ選手の名前を挙げた大谷選手、もちろんベッツ選手の数々の実績や彼の実力からすると侍ジャパンの憧れの対象として名前を挙げることは何ら不思議なことではありません。しかしこのような場面で名前を挙げるということは、少なからず大谷選手が意識している選手であることは間違いないでしょう。この2人のライバル関係にも今後注目していきたいですね。さて、今シーズンのオフにフリーエージェントになる大谷選手の去就には今から世界中が注目しています。移籍先の候補として真っ先に名前が挙がっているのはニューヨークのメッツとヤンキースの2球団ですが、ベッツ選手の所属するドジャースも移籍先の有力候補として名前が挙がっています。今やメジャーリーグの中でも注目度が最も高い大谷選手の去就から目が離せませんね。もしかするとベッツ選手と同じユニフォームを着て来シーズン戦っているかもしれません。大谷選手の今後の動向にも注目していきましょう。あなたはどの球団で大谷選手を見たいですか？ぜひコメント欄で教えてください。この動画が良ければチャンネル登録だけでも良いのでお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。